誰だい？なぜヒルチャールを驚かしたのかな？絵が完成してよかった。危うく特別なヒルチャールを見逃すところだったよ。けど、なんでヒルチャール？みんな似たような顔じゃないか。説明するには複雑だから、僕の絵を直接見てみるといい。おお、真面目に描いた作品もあれば、適当に描かれたものもあるな。それらは、どこにでもいるヒルチャールだ。時間をかける価値はない。でも、こいつを見て、体格も毛髪も姿勢も、他とは違う生命力を感じるだろう。繰り返される原始的な集団の暮らしの中で、そういった特殊性は進化を意味する。進化は無から有へ、基地から未知へ。待って、それ長くなるやつよね。私は興味ないわ。人も見つけたし、私はここで失礼するわよ。シスターロサリアがここまで案内してくれたようだね。礼を言いそびれてしまった。ところで、君たちはわざわざ僕を探しに来たのかい？おう、モンドでスクロースって人に会ってな、お前の力になってほしいって言われたんだ。なるほど、彼女が君たちを紹介したのか。では僕の推測が正しければ、君が話題のあの栄養騎士なんだね。竜祭での君の働き、元素力に対する理解、それからいろいろと不思議なところも耳にしたよ。結論から話そう。可能性は一つ。よかった。君の協力があれば僕の研究も大きく進むはずだ。あ、すまない、戸惑ってるだろうね。どこから話そうか。まずは生命の本質からにしようか。待て待て、早速理解できなそうな内容だぞ。確かに言葉で説明するよりも直接見せた方がいいかもね。例えば、生命を目覚めさせ、この枯れた枝を再生させるんだ。そんなことできるのか？しかし、特殊な種が必要なんだ。今の方法では全然効果がなくてね。君と同じ、それは別の世界のもので、それを咲かす方法こそ僕が直面している課題だ。君に助けてほしい内容でもある。お前ができないならオイラたちにもどうしようもないと思うけど。いいや、僕であってもこの世界以外の命を想像することはできない。でも同じ異世界から来た君を観察すれば、いろいろとアイデアが湧いてくると思うんだ。どうしよう、なんか怪しくないか？モラ、知識、君の知りたいこと、もしくは僕の知ってる答え、それでどうかな？善は急げ、場所を変えて研究を始めようか。アルベドと旅人、気が合うみたいね。あの二人はどちらも異端。モンドの平和に影響を与えるかしら。